新潟の方も外から打ってきました。おお、これはそのまま、はい、パスが通りません。緩急をつけていきましたが、もうチェンジオフペースからいいフィニッシュでしたね。そしてハミルトン・ブラントという試合です。新潟は先ほど池田が入ってきました。この距離から決めてきました。2本連続ですね。しっかり時計見てますよね。はいはい、時間と同時にいいですもんね。そこはやはり伊藤のシュートタッチが非常にいいです。今日のゲーム柏木がミドルから打って決めてきました。先ほどは懸命に今が止めたシーンもありました。ヘンドリックスからすぐに外で回していって、あ、素晴らしいボール動きましたね。でもです、バウンズ、トング、ブロックショット、いいブロックショットですね。はい、坂田ファーストでからエンドワンですね。今倒れてますね。そうですね、晴山がまだ起き上がれません。オフです、これは決まらない。さあ、そのままダンクを決めていきました。オレイルでもう一度バンズで戻してくる。この2人のこの、あのカットしてくる選手の、はい、直しましたね。ゾーンですね。そうですね。そしてセントフォードとアレンです。外から打っていきました。決めました、ね、これヘンドリックス、佐藤、ここから狙っていきます。決めていきました佐藤。ハミルトンがここ行ってスイッチしましたね、はい、バウンズでなんとキックアウトで谷口も外から決めていきました。もう一度戻します。おー、しっかりとアレンが決めてきました。これはもうアレンが素晴らしいですね、はい、いかがし、あっと、これはターバー、いや、もう一度拾っています。ここにいました、カリマタです。うん、今、ブラントがよく長い手で引っ掛けましたね。そうですね、五十嵐、2人で来る。五十嵐がかいくぐってドライブ、そしてキックアウト、アーレンがかわしフリーです。決めていきました。今のは素晴らしい、79対70です。きっちりと点差を広げていきました。最後はここはあの位置からも決めていきます。本当に最後の最後まで、そうですね、あの、本当に1分切ってのスリーポゼッションは全然わかんない、うん、そうなんですね、はい。